東日線は、真のコーナーお任による儀曲。明王朝の滅亡を背景に、また社の高課大儀と南京の義女里香里くんの恋愛を描く。全44コマから構成され、後期希望に完成した、朝生伝と並ぶ新朝の伝記の代表作である。作者のコーナーお任は、曲府に生まれ、孔子の64代目の末裔という、1684年に、 国古館博士に任命された。東0日の本末に述べるところによれば、コーナー人の俗兄である穴方君くんは、民末の南京に住んでいた。母方のおじである、旗光ひもまた穴方君くんの元にあり、後に故郷に帰ってから見聞を、コーナーにに話したのを元にして、まだ士官する前に書き始めたが、十数年かけて1699年に、ようやく完成したという。 1643年春から1645年秋の南京を舞台としている。中心となる李香里君くんの話の骨格は、高架待機自身による李姫伝という作品によっている。従来の儀曲で3分のセリフを俳優が勝手に増していたのを、小野ナ人は非難し、一時も増やさないようにセリフを詳細に記した。上下二巻に分かれ、各二十コマから構成されるが、 上官の冒頭と末尾に見一コマと、うるう二十コマ、下官の冒頭と末尾にも、二十一コマと俗四十コマが加えられているため、合計すると十四コマになる。春、カナンの方ともむねは、南京に流遇していたが、また社の友人の陳さだを、呉次夫と共に、評判の折衝家である柳慶帝の講談を聞きに、行く。柳警亭はかつて、現代の元にいたが、 クレツぎオが、元の罪を明らかにすると、現代から離れたのだった。現代は、講師病での祭祀に出席するが、クレツぎオらに追い払われる。その後、また者の人々が、現代の劇、演出戦を大いに楽しんだことを聞くが、その場で、現代が、義中堅の一味になったことを罵ったと聞いて起こる。現代の義兄弟である、楊竜とは、義女のりただ司令と懇意であり、 法友宗に、帝、礼霊の幼女の李香織君くんとの縁談を持ちかける。生命説の縁で、法友宗と、李香織君くんは会う。披露縁で、法友宗は奥義に詩を書いて、公君に送る。陽竜とは、二人の名コードを務めた後、現代と暮れ継を、陳貞だの対立を、法友宗に取り持ってもらおうとするが、公君はその話を聞いて激しく現代を罵倒して、 元からの結婚祝いを返す。これ以降、現代は、法ともむねを恨むようになる。夏五月夜、暮れ継ぎを、鎮差がおらは船遊びをし、法ともむねと交君、柳警定と、祖根性らも合流する。現代も船遊びをするが、暮れ継ぎおらの船に、また社の字があるのを見てこそこそと逃げ出す。佐良玉は、法ともむねの父である、法誠に抜擢されて、武将で、 理事生の軍と戦っていたが、軍糧不足のため移動しようとする。南京では、サ良玉が反乱を起こしたという噂が立ち、法友宗は、要龍とに頼まれて父からの手紙を寄作する。柳警亭は、サ良玉に手紙を届け、その弁舌の力で、サ良玉を説得する。ところが、現代はこの事件を利用し、法友宗が、 左領局玉に内通しているという罪をでっち上げようとしたため、法ともはねは、四家法のもとに逃れる。3月、反乱軍が北京に入り、数帝帝が自殺した。バシエは福王を皇帝に立てようとする。法ともは、それが不可であることを、四家法に告げるが、結局福王が南京に迎えられて即位し、バシエとその仲間は交換に取り立てられる。家は、北ただしとして、 要州に赴任するが、江北四鎮の一人で可決の応暴に他の三将が反発する。法ともむねの発案で、コースグルは、河南に出兵することになるが、そこでも、孔河を守る双兵の巨帝国を罵倒した挙句、暗殺される。法ともむねを含むコースグルの兵は散り散りになる。要竜とは、孔君を、親族の殿や奥の目かけにしようとするが、孔君は、 法ともむねにミサを立てて拒絶する。今や内閣主タスクとなったバシエートコウロクジとなった現代はヨウリュートにコウをギロから引き出させようとするが、コウは法ともむねから送られた扇を証拠の品として見せる。それでも無理に連れ出そうとするヨウリュートに対し、コウ君は扇を振り回して暴れた上、頭を打って血まみれになって気絶する。結局、 義母の定霊が皇君に化けて、身代わりとなる。陽竜とは、皇君の奥義についた血を花に見立て、枝葉を加えて、投花船とする。祖根生が、花男の方ともムネに会いに行くことになり、皇君は、投花船を、祖根生に託す。正月、帝は、現代の劇、演詞船を宮中で演じさせる。皇君は、定、霊の身代わりとして宮中に入れられる。 丁寧は、伝や青具の制裁の嫉妬がひどいために暇を出されて一、兵士の妻になっていたところ、偶然、祖根性に会う。法モム宗も二人に合流し、祖根性から渡された、投下線戦を見て、喜びまた悲しむ。南京に戻った法モム宗は、皇訓のもとを訪れるが、議論は、もぬけの空で、画家の乱明が住居として使っていた。法モム宗は、皇訓が、 宮中に入れられたと聞いて驚く。現代は、交換の位について、以来、旧敵の当輪党、また社の人員を捉えることに熱心であった。法ともむねもまた、陳さだを、呉次男と一緒にいたところを捉えられる。裁判官の長前前は彼らを無罪と考えるが、バシエ、現代の横槍でやむなく、極にに繋いだ後、悪人の手助けをすることに嫌気がさして出家する。 祖根性が、車両玉に助けを求め、車両玉は、関心は、玄を除くことを名目として、兵を起こすが、高徳光の守りを破ることができないでいるうち、この左夢かのえに裏切られて噴死する。北兵が長江に迫ると、帝は我先に逃げ出す。馬、玄は、逃げようとして、人々に襲われたところを、要龍とに救われる。 皇君も宮中から解放されるが、法ともむの行方は知れない。三は高徳皇を頼って落ち延びるが、高徳皇の配下の伝友が裏切る。一方、孤立無援の鹿法は南京に撤退するが、すでに皇帝が逃げたと知って、長皇に身を投げて死ぬ。聖霞山にある白雲庵で、中元に数帝帝と州皇后のための法要が行われる。安守はかつて、 ほ友とらをさばいた、超前米であった。ほ友とと、李香里君は、法要で再会して喜ぶが、超前米は、東火線を先、き、情愛の世界から離れるように一括する。二人は共に出家した。高吉地のエネの助安藤漢本が原告本だが、現存するものは少ない。他に、西園国本や県立以降の重国本、中華民国時代の断交室国本などがある。 こうなお人の友人の古典一種は、10線を大団円で終わるように直した、南10日を作ったという。江戸時代に、特本、浄瑠璃などで流行した、朝顔日記は、10線から多くの発想を得ているのではないかという。ありがとうございます。